今日の朝兼お昼ということでいただきます。もっとね、俺はいやでも、うん、もっと時間かかるかな。うん、めっちゃ時間かかるよね、うんうん、あのカラス日記の編集が忙しいんで。いや今コメントに、うん、あ、コメントの返事もそっか。返事というか、ね、私は先にいただいてますよ。うん、大体2割ぐらいはね、うん、なんか、うん、なんかね、いいコメントゾーンとね、うん、悪いコメントゾーンがね、なんかあるんだよね。なんだろうね、このなんか振れ幅というかね。これ美味しい。ん？パーカーになってる。ん？うん、パーカーになってますよ、うん、そうですよ、パーカーなんで。これさ、後ろがさ、クローダイアリー隠れちゃうのフード、ね、上にしすぎちゃったの、これ被ってなきゃダメなんだ。あ、そう、そうか、被ってた方がいいのね。被ってればこうやって。こんなんなんかさ、ね、あのアニメとかあったらキャンディー加えてるからちっちゃいじゃん、うん、ああ、そうだよね、こういうのね、うん、こういうキャラじゃないです、普通におばさんです。なになに、じゃあ、あの適当にちょっとこの辺に置いておきますんで、これはオリーブオイルはつけたかったらつけてください。これオリーブオイル味ないじゃん、オリーブオイルって。うん、特にね、そんな味があるわけじゃないんだけど。オリーブオイルって何？お料理にも使ってる油で、油、うん、ね。だけど見たい。飲む？あ、こんな感じ、こんな感じ。はい、これビールにも飲める？いや、飲めない。飲むものじゃないです、オリーブオイル。ね、ちょっと揚げてみたら。ああ、つけてね。うん。じゃあ、ほら、ちょっとつけて食べてみる。はい、どうぞ。パク。え、パク。いいよ、そのまま食べていい。別に毒じゃないんだから。食べていいよ。なんか、ちょこっと熱い。うん。そもそもこれ、オリーブさ、売ってないじゃん、これ。うん？このカメラ。カメラね、うん、うん、あのオリーブオイルです、ね。何も映ってない、パンも、うん、パンも映ってない。コメントはでも肯定的なコメントとか見るとさ、うんうん、やっぱそこで中和というかね、かなりモチベーションに繋がるよね。うんうん、でしょ、なんかさ、こう否定的なコメント見た後でさ、そういうコメントあるとさ、ああ、よかったって、なんかちょっと思えるじゃん。うん、よく言われるその10分の1、うん、うん、そうそう、ね、そうそうそう、だからね、うん、だから 10% 否定的なコメントがあるだけでもう本当にね、嫌になっちゃうけど、うち 20% だからね、うん、20から30ぐらい、うん、中国とかって現金ほとんどない、配信、配信近いんだよね、配信っていうかさ、ああ、全部キャッシュレスなの？ あ、そうなの？いや、僕と同じ感じ行くの、絶対にあの間違いなく取れるからね。うんうんうん、なんか恥ずかしいんだよね、そういうのが。そっか、ここを倒してもらってる。うん、そっか、うん、あ、でもあるよね、ほら日本とかでも今そんな導入されてないんだけど、あのほら無人のコンビニとかでその入ってで品物持って出てくだけで、なんかその勝手に自動決済でなんかクレジットとかとかなんかで引かれるみたいな、うん、そういうシステム、ね、どう作ってんだかわかんないけどね、すごい謎だけど、ね、でそしたらさ、なんか泥棒とかさ、そういう心配なくなるじゃん、うん、便利だし、うん、うん、これを、うん、え、今地震なの、うん、そっか、直す方法あるのにな、ゆいやはそれを知らない、ね、地震が治った、全部自動生産だったかな、買い物する方も楽だしね、うん、あのほとんどの人間は盗むつもりでやってないから、何倍ぐらいなんだろうね、ほら行けいっぱいいないよ、絶対いないよ、って致命的だよ、うん、いっぱいだったら終わりだよ、あれ静かも構えたの、うん、こっちが手荒れです、あれ私やられたの、ここだいぶ前だよ、見て、うん、そういや俺、うん、半年前の傷治ってねえんだけど、もう傷治るのが遅くなってんの、本当だ、結構傷になって、うん、もうさ、ねえ、雪置いてみたらしない、サトシももうさ、ね、もう30代半ばですからね、どうでした、ねえ、ピンポン、どうなってるの、おはよう、パキパキ、これどうなってるの、ね、私
私なんかどうすんのよ、もうそろそろ40代半ばになろうというのに。終わったよ。終わったよとか言わないでよ。でも傷の治りほんと遅いの。もうね、手荒れがね、若い頃寝れば治ったんだけど、もう寝ても治んなくって。2倍寝なきゃな。2倍、さすがに2倍寝ればもう手使わないから、それは治りそうね。寝すぎるとね、自分の時間とか言うけど、ほんとかな。寝すぎるとあほらほらいいからだからほら僕も天井拭いてる。何してんだこれ。1日7時間ぐらいだっけ、寿命が長くなる睡眠時間、7、8時間とかって言われてんけど、6時間だと短いんでしょ。でも6時間と、なんか8時間だか9時間だかと同じくらいなんだよね。どういう研究か知らないけどさ、8時間だと寝すぎなんだ、7時間がいい。いやもう本当かどうかもわからないね。まあそうそうそう、だからさ、一体どういう人たちを対象にして調査したのかっていうのもあるじゃんね。だってそれはニートとかだったらさ、無職とかそういうの適正クラスだったら寿命短いだろ。半分ってる。どうしてもね。で敵のマークついてない。この辺センシティブ。敵はマークついてない。まあ、適当にカット入れますね、大丈夫です。敵はマークついてないよ。こういうの下手に言うとね、もうなんか言われちゃう。敵は、ハート行きだばもう、敵はマークついてる？とか。うち炎上系を狙ってるわけじゃないしね。おはよう。見て。敵のマークついてない。できることなら穏やかに行きたいんだけど、発信してる限りは誰かに嫌われるから。ね、穏やかに行かないよね。ね、もう私らが知らないどこかの誰かに嫌われてんの。もうそれはもう仕方ないね。これ通すんだったらこれとかできる。多分俺何千人から何万人の間に嫌われてるよ。いいんで別に水シャツの誰かを嫌おうか知らないよね。あげましょう。もう気にしてたら頑張れない。おはよう。おはよう。それ言ったら私だって嫌われてんじゃん。私の方がハッピー怒ってる動画が再生されてんだからさ、なんで怒ってる動画だけピンポイントでそんな再生されるのよ。ムカつくな。でも最近ちょっとずつ塗り替わってきてるからね、特にそこに、まあ、答弁というか、600万再生となってくるとね。いや600万も再生されなくない？他の動画無理だと思うよ。塗り替え聞くのかな。塗り替えは聞かないでしょうね。だからあのカラス日記であのチャンネルページ行って人気の動画ってやったらさ、もう私がさハッピーっつって怒ってるわけ。ブチギトップ2だよ。そんで1000万だよ。もう2番目は400万だから。いやー、1000万超えの動画なんて作れる気がしないよ。家で飼ってるカラスにブチギレるババアみたいなさ、そういう、そういうチャンネルじゃん、もう。そういうタイトルにすればいいのかな、逆に。カラスにブチギレる BBA とか。そうそう、BBA でしょ。多分そこら辺の話題やねえと思う。もうさ、めっちゃ真っ赤にさせて。そういうチャンネルの意図でやってるんじゃないんだけどさ、そうなっちゃう。でも多分そういうタイトルにするとね、逆にコメントしやすくなっちゃうからね。ああそうだよね。本当ムカつくとかって言い下がっちゃうからね。違うよ。そうだよ。もうこっちだってさ、そんなずっと怒ってんじゃないのよって。違う。文句言ってくるやつってさ、本当そういうやつばっかピックアップしてくるんだよ。そう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 。だからさ、いやもううまくやっぱりさ、都合のいいとこだけ取りたいじゃない。都合いいよね。もっと全体を見ろよって感じで。この怒ってんの 1% ねえよ。だって数えほどしか動画ねえはずだよ、2000動画ぐらいですね。その中でこれだけね怒ってる動画がもうさ1本でもあったらもうその印象が強いのよ。だって家にカラスがいてさ、それをさ「ダメでしょ！」っつって怒ってる動画、ちょっと他にないじゃんね。見たことない。本当だよ。だって怒ってるとこわざわざ動画にしないから。昔いたよ、なんか YouTube なんで、その今そばに11年前とかの動画とかで、怒ってるというかね、なんか花瓶だか皿だか割ったカラスにね、ダメでしょなんとかって、カッ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 とか言って、そういうカラスで、カッカッカッとか、ハッピーも怒られると、すんげえモコモコでこんなのやってんの。みんな同じなのかしらね、怒られて、気まずくなったってなると、もうこうってこうなるのかしらね。多分そうなんだと思う。ハッピーも今朝すっごいそこでいたずらしてたから、
もうダメじゃんよって言ったら、もうこうなったら、もうこうってなって、こんななって。うん、いつものあの頭下げるあれ。あれ、こうやって頭重いもんできる。うん。うん、それでもサトシだからだよ、うん、多分やったらね。そう、もうね、私がやるとね、違うの。もうさ、だからハッピーの頭ここにあんで、私の頭が、手はさ、ここを来たら、もうこのぐらいで、パクッ、パクッ、パクッつって。威嚇してくる。そう。最初にまず、この殻で威嚇してきて、パクパクパクって威嚇して、こうやってくる。だ怪我するほどはやんないんだけど。効かねえよって言ってさ、どんどん行けばいいじゃん。いやいやいや。そんな今は全然強くしてこないし、池山さん、できる人なくない？うん、そうなんだけどさ。よし、ここを見てたずっと。俺もなんかさっき、やだと入ってなんかテンション上がってんからかさ、うん、久々にね、指にちぎれてる。あれ不思議じゃない？橋本がらさ、カーカーって言ってる声みんな同じでさ、おはようって言ったらみんな違う声なのよ。ああ。おはようだけみんな違う声。人の声真似してるってことだよね。そうそう、だから他のおはようガラスとかはさ、そうだよね、声が高かったりね、うん、うちだってサトシの声真似してるから多分おはようってなってるでしょ、うん、なんかサトシの声とも違う気がするんだけど、ね、だから DJ 社長になっちゃうんで、あ、そうだね、 DJ 社長ってことは俺が DJ 社長ってことになっちゃってるの。どう、え、声似てんの DJ 社長と。いや、俺わかんない、似てないと思う。いや、わかんない。どうなんだろう、どの辺が似てるんだろうな、ね、でもなんかおはようすごいね、コメントくださいって言われた。コメントくださいって。でもすごい、でもびっくりした。だこの間だってね、その TikTok のお友達からね、うん、その TikTok でそのレペゼン地球さん、名前今違うの、チャンネル名が違うの、うん、レペゼンフォックスじゃないかな、レペゼンフォックスさん、そうだからそこでなんかハッピーの切り抜き動画がね、あの出てて、それでそこでね、私の声がしたからそれで気づいてって言われて、そんな特徴的かな、え、いやだから私もしかしてまた怒ってるのかと。そんなことない、大丈夫かな。そのフォイさんっていう人、そうだから、そう、それで、はい、あのね、そうだから、そうだからそれで気づいて、あ、ハッピーちゃんだってなって、いや、びっくりしましたって言ってさ、うん、その友達からね、連絡来たから、そう、あ、なんかこんな、だって、全然、だってほら、こっちから拡散してるとかじゃなくてさ、自然でそんなのが流れてんだと思って、ね、ちょっとびっくりした。誰かが勝手にさ、スクリーンレコードかなんかで撮って使ってるようなのがあるもんね。うん、まあ、4、5本見たもん。あ、そうなんだ。4、5人が、4、5チャンネルぐらいで、なんか、全部同じような動画の、それのちょっとだけなんかそのコラボっぽく加工されてるやつだったりとか、ああ、うん、そうなんだ、ね、いろんな種類があって、ただみんな同じハッピーなこの動画で、ああ、そっか、うん、おはよう、ね、でもさ、ハッピーのおはようがさ、編集だとか言ってさ、この間だってコメント来たんでしょ、うん、人じゃね、なんか、うん、なんか人のなんていうの、そういう風な感じで作られてるっていう感じ。どうやって作るんだよその動画を。口パクしたところに合わせるっていう、口パクしたところでおはようってこう言ったところに合わせて、できなくはないけどさ、うん、でも確かにさ、最初おはよう聞いた時はさ、え、なんか声全然違うとか思って、ん、だってカー言ってる時の声と違うじゃん、おはようの声がさ、いや、おはよう言う前にさ、ブラ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 ってやってたからさ、あ、まあ確かに、確かにそのブラブラブラの時の声のままおはようだったのだから、そうなのかもしれないけど、なんか、あ、ついに言うようにって感じだ。いや、本当だね、なんか、いや、でも本当たまたまだったね、初めて喋った時、本当たまたまで、なんかだからサトシがほら、ね、出かけてる時にね、うん、そう、出かけてる時に出てきて、なんか珍しくさ、人前なのになんかいつものここのブー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 みたいな、でも人の前では言わなかったよね。そうなんだよ、そうそう、だから、え、珍しくこんな人前なのにやってんじゃんって思って、なんか喋れんのかなとか思ってさ、うん、おはようで、おはようって言ってさ、おおって、そうそう、それでおはようって話しかけたら、おおおおとか やりだして、そんで、それ、いや、そうそう、やりだしたのよ。コメントで、タンが絡まったじじいとかって言われて。そうそうそう、それそれ、そのタンが絡まったじじいみたいな、それをやりだしたのよ。だから、え、もしかして言えんのかなって思って、うん、私もそれに合わせて、おおおおって、おはー、
よって言ってさ、それでそしたら、うん、本当にその真似してきて、あ、おはよう、うん、言ってるね、ちょっと写しとか言ってるから、うん、あっちでね、おはよう言ってるんですって。でも写したら言わない、うん、そうだよね、全然そう、ほんとシルエットになっちゃうんだよ ね。もうとりあえずそれのサムネちょっと貼っとこう、うん、あの一番最初の一番初めて喋った時の動画を撮ってあるから、カラスが喋ったっていうサムネにして あのあるんだよ。俺いつからやってんの？そう、でも俺もさ、再生リストおはようのやつやりたい。ああ、そう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 。ね。だから、そう、一番最初の喋った動画私も覚えてて、うん、だから教えて本当に喋ったから、そう、そこからなんだよね。でもさ、私が教えてんのに、やっぱりなんかサトシの声なんだよね。あって、多分前の記憶というか。うん、そう、なんかね、そう、不思議なんだよね。だからさ、おはよう教えてもそうだし、ご飯とか遊ぼうとか教えても、それもやっぱりさ、でも飼い主というかさ、ま、あの、うん、他になんか保護してる人とかもさ、うん、そのなんか声がもう少し高いとおはようあんじゃん、うんうん、あれって多分男かんあんまり関与してないと思うよ。うん、そうだよね。なんかハッピーさ、単独だと思うよ、うん、でも最近なんか地声でおはよう言うじゃん。いや、あれ地声なのかわかんない。でも地声っぽい、なんか普通のカーっていう声にちょっと近くない？カーの方がなんか住んでない？うん、そうだけど。なんかテンション高いと思います。ああみたいな言ってるような。ああ、そう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 。あれのテンションでそのまま。おはようってなんか言うときあるじゃん。あれ多分ツーストってやってるやつだ。あ、ツースト。なんかバイクのさ、バイク多分ギア切り替えのときだ。あ、そうなの。バンバンみたいな、そういう感じ。それじゃないの。うん、わかんないけど。そう、あ、やばい、そろそろ長くなっちゃったんで、まあじゃあこの辺で適当に切り上げます。